ハンマーやん。ゴムハンマーやん。肩痛っ。どうも、俺です。今日ね、サビーだよ。今日サビーだよ。でさ、サビーの中さ、水とか使って、サビーだよ。うん。サビー、とりあえずサビーだよ。うん。4月なのにね。今日別にどういう動画でも何でもないんだよ。うん。今ここにこのこいつこのムーブね、ムーブちゃん入ってるんだけどさ、うん、マフラー硬化すんだよ。うん。なんかひょんなところからさ、なんかなんだろう、なんて感じだよ。あの前回のあのほらゲフンゲフンのした時のあの音のやつのあれ、うん、だから今回は別に車外マフラーに変えるわけじゃない、純正なんだよこれ。純正外して純正なんだよ。うん、あのなんか折れちゃったから、うん、で今ねマフラー外れてる状態、写真この辺出る、あのタイトルサムネと同じ写真だけど、この辺出るかな、この辺出ると思うけど、あのマフラー外した状態の音ね、音、うん、聞いてみようじゃないか、ぜひ。うん、ということでもうさ、VTR スタートって、VTR スタート。はい、今ね、こうやって完全にね外れてんだよね。うん、外れちゃってんだよね、これ、何がこうなったかっていうと、まあ、これは後ろだね、うん、おかしくね、これおかしくね、これがここにつくんだけど、おかしくね、何がない、あれだよ、あれがないんだよ。で、だからこれ外してあるわけだよね。外してあるんだけど、さあ、俺ね、いたずらするの好き。うん。だからちょっとこの音さ、聞いてもらおう。うん。じゃあこれでも見といて。はい。全然音だけだからさ、関係ないんだよね。よし、行くぜ。簡易的にマフラーを、マフラーの音をうるさくしたい方はここまでしてください。死ねえよ死ねえよって。まあとりあえずあのこんなんじゃ絶対走れねえからね。あのほらよくいるじゃん、あの音だけでさ、全然走ってねえ車とか、全然走ってねえバイクとか、うん、あんな感じだよね。絶対これ走らんと思うよ。これ走っちゃダメだよ。走ってみたいけど走っちゃダメだよ、うん、コードはね、うん、まあただただこんな、うん、マフラー外したらどんな音が鳴るんだろうかみたいな感じの俺どんな動画撮ってんの。まあいいや、とりあえずこんな感じでした。はい、絶対ネタに困ってると思ってるでしょ。ネタに困ってます。何しよう、何しよう。まあいいや、まあやっちゃダメだよ、やっちゃダメだけど、まあやりたい方はどうぞ。簡単に外れるんでこれ、うん、次何やろうね。うん、まあ
方はまた考えまーす。ということで、バイバイ。さよなら。さよなら。バイバイ。なんとろ。Step on the land.